今日はこのアーバンリサーチグループの展示が、できたてなんですけれども、昨日の夜中まで、今朝までのが、よくできたということで、このグループ多分、ここにいらっしゃる方も、初めて作品見る方がほとんどなのではないかなとは思うんですけれども、去年から活動を本格化させた若いグループということで、そのあたりも含めてちょっと今日はお伺いしたいと思います。はい。最初は誰が言い出してたんですか、このグループ。はい。僕、石毛が、はい。最初に去年やったなんか八潮団地、品川区の団地での集会所で展覧会をやるっていうのを僕が始めて、でその時につけたのが UR、アーバンリサーチグループで、それは完全に UR 都市機構ちょっと混じるような名前なんですけど、っていうのなんで八潮団地でそもそも、あ、それ僕の出身地で展覧会やろうと、そうなんですよ。なんか、まあ、当時結構地域アートみたいなものに対してこうなんか個人的にわだかまる部分のとこあって、あ、なんか出身地でやったらウケるだろうみたいな、あ、それはあれですか、その地域アートみたいなものが、はい、その外から来て、その外から来たアーティストがその土地を批評するみたいなことみたいな、そうですね、うん、そういうのもあるし、あと、まあ、その新興住宅地、うん、なんか歴史もないし文脈もないみたいな、うん、なんか今アートシーンを見るとすごい歴史のある場所のそういうのを掘り起こして、まあ、サイトスペシフィックに展開するみたいなのがいっぱいある中で、うん、俺の地元なんもなくねみたいな、なるほどなるほど、そういうところから、あ、じゃあその最も今いわゆる地域アートの素材になりにくい場所 で、ね、でちょっとやってみたら、生まれ育った場所でっていう、そうですね、面白いんじゃないかなと思って始めたのが URG1 回目で、その時僕一人で運営が、で、たるみくんは参加アーティストとして参加してくれていて、そうですね、あの時は、まあ、なんですかね、ルームシェアをしていて、でなんか近くて学部時代から、まあ、仲良かったっていうのもあって声をかけてくれて、で僕自身は、まあ、それまでアーティスト活動全くしていなくて、ただなんかこう日々を死なないようにしているみたいな感じだったんですけど、なんか声をかけてくれて、あ、じゃあそういう話だったら、まあ、僕自身も、まあ、八潮団地ではなかったんですけど、江戸川区の団地出身だったので、まあ、僕もこういうことができるかもっていうので、まあ、参加させてもらったっていうのが始まりですね。それまではお二人は全くそういうなんかまあ地域に関わる活動とかはしてたわけではなく、そうですね、全く八潮団地とは全く関わりがなかったですね、で僕もなんかまあ地域アート的な、まあ、研究室が大学院の研究室は中村雅人先生、3331やって中村雅人先生のところで、はい、まあ、彼は地域アートって言葉嫌いなんですけど、まあ、やってるわけです、3331でね、そうですね、そういう実践はあったんですけど、一応僕に関しては、ただ、たるみくんに関しては何もない、そういうの、本当に全く、ルームシェアメイトだから、そうですね、なんか面白いし、なんかやらしたら面白いんじゃないかみたいな感じで、でもその時結構こう、まあ、言っても割と後ろからね、なんか、こうした方がいい、こうした方がいいみたいな、なんか、ちょいちょい、そう、ちょいちょい。いいと思うんだよねみたいな話は話題として上がってて、相談役だったりもしていて、全然関係ない場所にいる人になんか、うん、アートの拍手を託すと面白いんじゃないかみたいな感じで結構いろいろ聞いたりしていて、で実際に作ってもらったりもしたっていうのが1回目、なんかその、なんか非常に今のは、はい、アーバニサチグループはその時は、はい、キュレーターっていう役割です、そうですね、その八潮団地の展覧会、はいはい、ね、展覧会のタイトルが去年結構それ話題になったんですよね、美術手帳の今年の3点いやでも選ばれたりとかもして、そうそう、変容する周辺近郊団地っていう、で私はこれはあの、実際の場所では見れていなくて、その後あの、シンラが、たまにウタウンでやって展覧会サバービアっていう展覧会の中で、再構成されてたのを見て、面白いグループがいるんだなというのを知ったんですけれども、はい、
まあ、作家というよりは、まあ、キュレーターであったり、ね、はい、あるいはそのリサーチグループっていうすごく曖昧な名前として出発してるっていうのは、なんかモデルがあったんですか、それともなんか、うん、なんとなく。まあでもモデルで言ったらサイドコアがかなり近くて、やっぱり先輩がサイドコアで、まあよく手伝っていて、サイドコアっていうストリートアートをコンテンポラリーにつなげようという、彼らも何ですかね、展覧会シリーズなのかな、サイドコアっていうのは。サイドコアはそうです、まあなんか一応あれもコレクティブ、サイドコアっていうでかいコレクティブで、コアメンバーが3人いて、うん、その周りに作家がいっぱいいて、サイドコアのシリーズ展覧会もやっているし、まあ、自分たちも作るみたいな。でも作るとき違う名義でやってますもんね。名義がエブリデイ・ホリデイ・スカットっていう名義でやるんですけど、うん、その時はっていうのを結構ずっと見ていて、うんうん、まあ、そういうなんか運動体みたいな形に一つモデルがあったっていうことですね。はい、はい、そうですね、うん、でも団地展の時は単純に初めてで一人でやってて、うん、手が回らなさすぎて、普段はアーティストとしても活動してるんですけど、うん、俺はちょっと作品はいいかなみたいになって、うん、キュレーションだけをやろうみたいな、そういうつもりでやってたんですけど、たまたまそれで第2回で高橋凛太郎っていう作家の個展をキュレーションしようってなった時に、あ、じゃあ、まあ、個展をやろうってなった時に、まあ、キュレーションでなんか割とこう、うまく、あの時はキュレーションだけやってうまくいったから、まあ、今回はキュレーションでみたいな、もちろん古典、坂の古典だし、まあ、キュレーションだけでやろうっていうふうにして、で、その時に垂水くんに本格的にコアメンバーとして入ってくれっていうふうに話をして、二人で高橋凛太郎の古典をキュレーションする。で、たまたまだから、初回と第2回がキュレーション、キュレーションってなってて、なんですよね。今回は、作家。はい、そうですね、まあ、キュレーター私がいるからってあるんですけど、作家という形で入っていただいたと、はい、で、なんかそのアーティストとしての、はい、アーティストというか URG の、まあ、アイデンティティみたいなものっていうのはどういうところに置いてるんですか。アイデンティティですか、うん、なんかそのざっくりと都市論みたいなことを、はい、書いてらっしゃると思うんですけど、うん、都市論の再婚をテーマに、うん、あー、なるほど、っていうのと書いてらっしゃる、そこら辺でどういうふうに考えてらっしゃるんですか。なんかそれやっぱり最初、初回のその近郊をテーマに扱うっていうところから入ってるんですけど、うん、割とその90年代とかに、まあ、いわゆるカルチャーストディーズとか、うん、都市論みたいなのが、まあ、流行った時期が社会学とかの中であって、うんうん、まあ、その時すごい盛んに言われてたのが、まあ、郊外っていうもののなんか均質化みたいな、うんことを叫ばれていて、まあ、マックとか、まあ、イオンとか、ああいうので全部景色が一緒になっていくみたいな、なんかこう一刀両断するみたいな、都市以外は全部一緒だよみたいなことを書いてる、まあ、論調が強いな、論文とか漁っていくのって思っていて、なんかそんな悲しいことがある、俺の地元はそんなはずないみたいな、まあ、だからそこら辺で言われてたなんか公害論みたいなものを反省しようみたいな、反省してくれって俺がこう見せたいみたいなところから始まってはいますね。だから都市って言いつつ、まあ、公害論から多分発してるんですけど、石田さんは何年生まれですか。僕94年です。94年か。じゃあやっぱり公害論がすごく出てきたのって95年前後だから、うん、もう生まれた時からその光景がデフォルトである世代、リバーズエッジみたいな、リバーズエッジの世代の風景とか、ね、まあ、あとあれですよね、何でしたっけ、榊原事件みたいなことと一緒に郊外の、うん、まあ、病院みたいなことがすごく盛んに言われた時に生まれた世代として、それがで、自分たちデフォルトなんだと。で、その八潮団地の展覧会はすごく面白かったのは、もうそこで新しい、私たちも想像しなかったような新しい文化が生まれてるんだっていう一つの、まあ、レポートであり、ね、マニフェストだったり、ちょっとそこら辺も具体的に、ね、そうですね、なんかまあ、その全部同じようなコピー&ペーストしたみたいな風景が広がってるって言われた郊外で、まあ、実は団地って、まあ、家賃が安いっていう理由で、外国人労働者の人たちがめちゃくちゃこうフリップしてきて、うん、都心ではないような多国籍化が実は起きてるよとか、あと局所的にすごい起きる少子高齢化
っていうのがなんか展覧会の主な二軸で、それリアルに起こっていることで、まあ、その公害論が無視したところで、さすがに20年とか経った先に知らない間にこんな文化が生まれてますよみたいな隙を作るみたいなことを考えながら構成しました、展覧会は。なんかカレーとか、その各家庭のなんかいろんな国籍の人が来ているので、ですね、エブリデイホリデイスクワットのカレーライフっていう、カレーライスをもじった、ふざけた先なんですけど、まあ、なんか団地を歩いてると、カレーの香りがしてくるみたいな、どっかからか、どっかの夕飯のカレーの匂いがしてくるみたいなのから始まり、カレーってすごい実は多国籍の料理で、インドで生まれて、イギリスに渡って日本に来るみたいな。っていう、まあ、出どころがいろいろあって、カレーのスタイル1個で地域性っていうのが実は結構見える。で、僕が団地で、なんか団地の同い年の友達にパキスタン系の子がいて、でその小学生の時になんかほうれん草のサグカレーを食べてすごい美味しかったって話をエビデマリスカットにしたら、早いねみたいな、小学生でサグカレー食っても早くないみたいな。なんかで団地でカレーのレシピ集めたら、すごい多国籍化してる現状ってのが見えてくるんじゃないかみたいなことになり、まあ、実際結構いろいろ集まって10種類くらい、なんか今でもそのレシピを運用して自分で作ったりもするんですけど、なんか面白かったですね。今から垂水さんも団地に育ったっていうことなんですけど、その、はい、なんとなくその、URG の目的とかはシェアして活動している感じ。そうですね、なんか、まあ、ここ僕と石毛は、まあ、あの多摩美のメディア芸術学部時代から、情報デザイン学科メディア芸術コースか、そう失礼しました、から、まあ、結構ダラダラと、まあ、なんか仲良くやっていて、でさっきも話であったんですけど、そういう団地ってこうだよねとかっていうなんかね、ずっと話してはいて、その、まあ、空気というか、まあ、なんですかね、多分 温度ですかね、そういうものは共有していたと思います。そうですね、なのでなんか彼とずっと話してて僕が思うのは、まあ、ちょっと温度が低いいい感じですね。で その部分は僕が結構、共感するところで、温度の低いっていうのは、そうです、なんて言ったらいいんですかね、例えば、まあ、こうあるべきだとか、例えば今団地ではこんな問題が起きているとか、そういった言い方はせずに、この結構それら を割とこういうことが起きているよねみたいな。でもまあそうだよねみたいな、まあ言葉選びなんですかね、まあそういう見せ方とか、まあ、問題意識の持ち方っていうものが、まあすごくそういうところでも納得するというか、分かるなっていうところがいくつかあって、でまあその団地展の時もそうでしたし、まあ、今回の展示も、まあ、割とその僕自身もその彼の考え方とかに影響を受けながら、まあ、今回展示もちょっとコンセプト僕が考えてみたとかっていうのはやって、なんかそうなっちゃうぐらいの、まあ、彼のなんか、まあ、スタイルは、まあ、割と、なんかあるなっていう感じがありますね。そうですね、まあなんかその長いんで、でまあ学部の時もその一緒にずっといたし、大学出てからもまあシェアハウスも3年目ぐらいですか、今はそれぐらいですね、まあ、基本的にこうツーマン、まあ、隣にいますねみたいな感じなんで、まあ、共有する空気感がかなり似ているっていうのがある中で、なんかこの今日で3人目の、新登場新登場ニューカマーです。今回の展示で黒坂さんが、加わったと、はい、で黒坂さんはペインターとしても、ね、活躍されていらして、で四ツ谷に最近
なんどれぐらい前ですか、ちょうど1年前ぐらい、1年前から、はい、四谷確認スタジオっていうシェアスタジオ兼ギャラリー兼サロンスペースを主催されてる、あの銭湯をあのリノベーションした素晴らしいスペースなんですけれども、はい、あのその全くなんかその、ねアーティストとしての興味としては、まあ、重なるような重ならないような、うん、あのペインティング、まあ、ペインティングをチームにされていらっしゃいますけれども、あのどういうところからこれここにあの、うん、一緒にジョインされたのかというのを何か伺いたいんですけど、多分その僕すごいいろいろやる人間で、なんか作品としてはパフォーマンスもやればビデオ、まあ、ビデオもパフォーマンスの記録みたいなものなんですけど、なんかパフォーマンスと絵と場所みたいな3本があって、なんか石毛くんとはそれこそ1年前ぐらいに出会って、でその団地の展示も昔行ってて、ああの石毛くんですかみたいな感じで、あ好きですみたいな感じで、まあ話していて、で作品もなちょっとだけ知って、そうですね、ウェブとか見てる、黒坂くんは、まあ、年上なんですけど、世代で言ったら僕が芸大出た次の年に出てて、はい、ただ僕の同期にその黒坂くんが主催する四谷のまあ、所属でいいのかもしれない、まあ四谷にいる作家とかがいたりして、なんかこう知り合いの知り合いみたいな、そんくらいの距離感ではあったんですよね、元から。なんか気にしてくれてたのは、僕だけ千葉県、2人とも東京育ちなんですけど、僕だけ千葉のベッドタウン、まあ、北西部の東京まで30分かからないぐらいの位置にのマンションに住んでるんです、住んでたんですけど、そこの問題、まあ問題っていう、まあさっき話したみたいに、なんか別にそれを解決しようとかあんまりネガティブなことではなくて、まあなんかそのベッドタウンにまつわることを作品化していて、例えば実家の観葉植物を町に持って行って、まあ、深夜の住宅街をそれと一緒に歩いて記念撮影するとか、そういう作品をやってて、あ、観葉植物は分かるみたいな感じになって、なんかそういう一つのモチーフとかから、まあ最初はそういう共感とか、まあそういうのはあるよねっていうのは、まあそのベッドタウンとまた団地とのちょっとしたつながりがこう出てきてて、でなんかそのまあ話し方が似ているとは思ったんですよ。なんかそのこういうのがいけないからこういうのしなきゃいけないよねみたいな論調じゃなくて、こういうことがあるよねっていうで、ちょっとこうまあ悲しかったりもするけど、基本的にはまあちょっと笑えるぐらいの空気感をちょっとなんか共有してるとこはあって、バイブスがね、バイブスが平たく言うとバイブスがバイブスで、バイブスがあったと。そうバイブス合うし、ちょうど僕もそのなんかその時ニュータウンとか新興住宅地を考えてる時に、なんか観葉植物っていうモチーフがかなり重要だなと思って、それで先に作ったりもしていて、なんかさ、この明るく見たら、あれみたいな、この人もなんか同じなんて思う。観葉植物つながりでっていうことなんですね。そういう自然と、なんていうか。そうなんか、会議した状態で、そのチャンネルな仕草でみたいな、持ち歩けてみたいな。作品の温度感も、割とこう、ああ、なるほど、するか、っていう感じのところはあって、でもなんかやっぱちょっと違うところは、その、都市との距離感が少しだけ違うっていう。うんうん、一緒にやってるから坂さん、やっぱ今回の展示の過程の中で地元愛が結構すごい強いなっていう、なんか地元に誇りを持ってるし、うん、地元から離れたくないっていうのが一番こう、根なし草って感じは全然しないっていうのがちょっと違うキャラクターだなと思って見てたんですけど、なんか場所を今運営してるのも、その結構一つのところを拠点にして、そこにまあつながれながらいろんなところに行って、
その場所を考えるっていうのが結構ずっとやりたいと思ってることで、もう本当にだから50年後は死んでるかもしれない。なんか30年後とかにも、例えばもう本当に南米とかで作品作ってる時も千葉の話とかをしたいと。やば、なんだそれ。すごい、なんかそのくらいこうちょっとずっといろんなところにつながれてる感じを持ちつつやる、うん、で今回の展示の話に入りたいんですけども、はい、今回は、まあ、いろいろテーマがね最初出たんですけど、最終的には引っ越していこうという形になりまして。そうですね、はい、でそこら辺の田辺先生が作品の解説とともに、そのなんで引っ越しだったのかっていうことも、まあ、なんか引っ越しっていうアイデアを出したのが、まあ、僕自身なんですけど、もともとは、まあ、石家が、変容する周辺の、まあ、を延長した形で、まあ、ニュータウンっていうものに、墓っていうものが構想として組み込まれていなかったっていうことで、まあ、お墓とか、まあ、死とかっていうことについて考えていこうかなみたいな話を聞いてたんですけど、ちょっと僕らには手に余るんじゃないかな、そのテーマっていうのは単純に死はちょっとでかすぎる、ちょっとどうなんですか、こう慎重にもなっちゃうだろうし、ちょっとなんですかね、自信がなかったっていうのが正直なところで、それで、まあ、僕がまあ、ラジオをよく聞くんですけど、なんか文化系トークラジオライブっていう TBS ラジオ、そうですね、あれいらっしゃってるみたいなんですよ。すごいなんかそれがイベントにね、まあアーカイブすごいずっとされてて、で僕暇な時とかすごいバーって聞いてたりって、その時はバイトをしてて、でバイトしてるときになんか気づかれないように聞けるぞみたいな感じで、まあ、聞きながらその作業をしていたら、なんか引っ越しとか、まあ、どこに住むかっていうことをテーマにしてた回があって、それを聞いてたときに、あ、なんか引っ越しって誰にでもなんかある話だし、でさらに言えば、まあ、その広げれば死とか、まあそのまあ逆の、まあ性とかっていう話も包括できる、かつその僕らでも扱いやすい死に足ついたテーマにもできるんじゃないかなっていうふうに思いまして、でちょっと気づいちゃったから、引っ越しどう引っ越しどうって言って茂に行ったら、ちょっと分かんないなみたいなふうに最初はなってたんですけど、その辺が、まあ、いつの間にか僕も気づかないうちに引っ越しになるでテーマで今回の展示行くことになってはいたんですけど、まあなんかこう何度かこう言葉を変えながら自分でも整理しながら、まあ石入君に説明したり、黒坂君も途中から入ってきて説明したりっていうので、まあこうなんとなくこうこの展覧会も作りながら自分の中でなんで引っ越しだったのかっていうのが、まあ、固まってきていて、で、そうです、私もなんか最初死っていうテーマ言われた時に、あ、確かにそういうニュータウンとかもう今の共同体の中で死って隠蔽されてる、プログラムされてないところを、はい、まあ、救い出すというので、これはもう結構成功した、もうなんかすごいそれじゃないみたいな感じで、ちょっと盛り上がり、それで行こうみたいになったんですけど、しばらくして聞いたら、あれ引っ越しになってんだみたいな、なんかぼんやりしたなと思ったんですけれども、でもやっぱり今思うと、死とかお墓っていうテーマでやっちゃったら、さっきから出てるような URG のこの何とも言えない、なんていうんですかね、こうまあ、曖昧な領域を探ろうとするこの態度に
届くテーマとして引っ越しっていうのは、はい、最もふさわしかったと今となってはすごく思いますが、はい、死にしちゃったら全然なんかずれちゃっただろうな。そうですね、ちょっと壮大な話になって、うん、思うんですけど、なんかそこら辺はちょっとさっきからもこれからも聞いていきたいんですけど、すみません、どうぞ。ありがとうございます。引っ越しが個人的に、まあ、興味深いなって思ったのが、まあ、僕自身が引っ越しがちょっと作業的に苦痛すぎて、であんなにすごい辛いのにしなきゃいけないっていう状況が、まあ別の言い方で言うとすごい強いられて、なんかシチュエーションとか状況とか立場にすごい強いられて引っ越ししなきゃいけないのに、行う自分はものすごく積極的にその引っ越しへ向かわなきゃいけないっていうことの、まあ、理不尽さというか、よく考えてみたら二重性を持っているんじゃないかっていうところがありまして、で当時黒沢くんも引っ越しにすげえ悩んでて、それもあって声かけた。僕が声かかった時点ではもう引っ越しになってたんです。で、しげから黒沢くん引っ越しってどうのを鳥貴族で言われて、鳥貴族ね、なんか、そう、それで僕はその時、ちょうど実家の、まあ、ずっと千葉内でうろうろしてて実家に戻ってて、で新宿区に引っ越してきてて、でそこでなんか騒音とか、まあ、都会だからこうなのかとか、なんかいろいろこうやきもきしながら不眠症とかになってこう病院通ったりしてる様子を、まあ、G が見てて、物件が決まんないとかね、なんか僕としては結構リアルな問題としてあったから、引っ越して聞いた時にやる。そうですね、なんかすごくピンときたところはあって、うん、やるべきだなっていう思いがすぐに、まあ、そう、ピンとね。はい、で具体的に、ね、それどういうふうに作品に展開していったのかっていうことをちょっとお伺いしたいんですけど、大きい要素としては2つかなという。1つはこの外側の、展示されているこの立体ですね、はい、ですね、これはどういうふうにできていったのかお伺いしていいですか。これどうはどういうふうに再現、なんとなく担当はありまして、明確に分けてないんですけど、外側のこれらに関してはどっちかというと僕と黒坂くんがやってて、この中央の小屋に関してはたるみくんがやってるみたいな感じで、まあ、これの外側の立体は、まあ、住みたい街って聞くとなんとなく周りの吉祥寺がこうポンって出ると思うんですけど、まあ、そのくらいのあれで吉祥寺から次に住みたい街はどこですか、この街以外で住みたい街ありますかって聞いて、どこどこって言われたらそこに行って、実際に僕らがそこに行って、まあ、街頭インタビューをそうやって繰り返していく、その先でもまた住みたい街ありますかって言って街頭インタビューしてって、都内を1日かけて移動していく街頭インタビューをまずやり、で、まあ、その様子がこのモニターから流れてるんですけど、簡単に編集したものとかを音声を撮ったやつで、でその後日その、まあ、回った街からこう譲り受けたそのインタビューした人だとか、まあ、いろんな、まあ、リサイクルショップとかいろんな方法で、譲り受けたものたちをこうやって集めてきて、でこれでなんか立体を、僕はなんかテレビ台とか行ったりしてるんですけど、これはテレビ台だよとか彫刻だよとかいろいろ言ってるんですけど、基本的にはその町でいらなくなった家具、うん、だから誰かがもしかしたら引っ越しをした時に、廃棄というか、まあ、もういらなくなって、うん、まあだったらあげるよみたいな感じでもらったもので、もうそのいらなくなってしまった家具たちで、まあ、なんかもうその町からいなくなっちゃった人たちのをなんとなくこう僕としてはイメージできるような、まあ、家具ってそれだけでもうなんとなく人の生活とか物語とかっていうものをこう連想しちゃうものであると思うので、そういうのがまあ固まってると、まずそれだけで一つ
引っ越しってテーマでこれを見せられたら、うん、まあ何かあるなとか、なんか元々のアイディアとしてはなんか肖像みたいなイメージ、その街の肖像みたいなイメージを作りたいっていうところから、まあ具体的にやっぱ現物を、まあアーバンリサーチグループだし、インタビューをせっかくしたし、その街で実際のものを集めてきた方が良いのではないかっていうこと で結局その、まあ、映像があるっていうことも最初から展示プランとしてあったので、まあ、映像を組み込む重機としても、これは展示プラン的にですけど、まあ、すごく自然なものになるのではないかなっていうことで、一応こういう多分立体にディスプレイを組み込むっていう形を取っている。なんかあれですね、最初これこういう風になりましたみたいな聞かされた時に、もっと、その、まあ、町の名前はちょっと伏せますけれども、例えばあんまりこうなんていうの、いわゆる治安が良くないところとか、住んでる人が自分たちの町に不満を持ってるところとかからスタートした方が、こう地域カーストがこうあらわになって面白いんじゃないのみたいなことは最初の感想として思ったんですけど、でもここは本当に住みたい町1位から始まっちゃっていて、なんかもう住みたい、動きたい人いないんじゃないかみたいな想定から始まってるんですけど、でもやっぱりなんか人の欲望は果てしがないし、あとその結構その地域カーストみたいな分かりやすい線ではない、なんか曖昧なラインっていうか、う、ね、曖昧な地図みたいなのが面白いなって思います。そうですね、これが吉祥寺で広尾、あっち半蔵門、祐天寺、武蔵小山っていう感じになっていて、なんかこうまあかなり一回分析しづらい。そうなんですね、なんかでもそう、実際その上前さんがおっしゃったように、もう広尾半蔵門あたりでこうなんか限界来て皇居見えるしみたいな、いや、やばいやばいやばいってなってた時に、なんか小学生の男の子になんかたまたま、それはほんとたまたまなんですけど、小学生の電車が好きな男の子がいて、なんか東急線が好きだっつって、東急線だったらどの駅に住みたいって聞いて、祐天寺ってなんかこう渋めの回答をもらって、なんかそこからこうまた話を転がる。バグがあったっていう。そうそうそう、バグがあったねっつって。なんか、まあ、その、インタビューして行ったっていう必然性と、なんかもう一つ、僕はインタビュー行ってないんですけど、ね、なんか中継をされてたんですけど、なんか、まあ、URG の指向性としてなんか吉祥寺からスタートするとか、なんか微妙にやっぱりそのキャッチーな撮れ高みたいな期待しないでやるとかなんか薄い話っていうのを最初にキーワードとして共有したんですけど、なんかあんまり面白くしたくない欲みたいなのがあって、面白いとこ行ったら面白くなっちゃうじゃんみたいな、なんかそういうのに僕は、まあ、直接関わってないけど、こう2人的にこう考えてなかった。そう、なんかもっとガンガンインタビューしてできるところもあったろうけど、それをまあやらずに選択していった結果でもあるかなと思いました。なんか展示の話を黒坂に持ちかけるときに、なんかその時多分別の話題で話してた薄い話っていうなんかテーマが、すごいパワーワードです。そう、なんかさっきの死じゃなくて死っていう選択、そうですね、だいぶ薄まってる、薄い方薄い方っていう、濃くない、うん、全然キュウリの話、あ、そうそう、キュウリがうまいって話をなんか30分くらいしててキュウリってうまいし、なんか和風にもいけるし中華にもいけるしみたいなのを、なんか僕が別の場所で全然関係ない人と話してて、別に楽しかったですね。それはなんか全然いい話にならないし、どこまで行ってもなんかキュウリうまいよねって話が終わるんですけど、それ何周もするって話をしたんだよ、で楽しかったんだって話をなんか伊藤君にしたら、なんか昨日別の同居人とその話してたキュウリうまいみたいなっていう、残りやすい例えですから、そう、そう、そう、で黒沢君もその話してね、なんかそういうものに対してちょっと、なんだかなぁとは思ってたんで、キュウリ、美味しいよね、キュウリ味も薄いしね、そう、栄養もないし、栄養も薄い、
なるほど。そうで、まあ、こういう、まあ、薄いレイヤーがある中に結構濃いあのそうです、ね、中心があるかなという感じではあるんですけれども、そうですね、はい、まあ、外側の、まあ、この家具の、まあ、ディスプレイ台と、まあ、関係するんですけど、もちろん、そもそも、まあ、吉祥寺からインタビュー始めたっていうのは、まあ、僕らもなんかそれは、まあ、取れ高はどうこう考えたりは、まあ、一応してたりはしたんですけど、僕らが想定してなかったこう結果には全然なってなくて、で、そうですね、ここのこう漫画は、僕の、家族の、祖母と母と、まあ、姉の話なんですけど、ここ結構なんですかね、なんて言ったらいいのかな、まあ、すごい個人的な家族の話をこうして、ですることによって、すみません、ちょっと話したら、この外側がだからすごい表層的なんですよ、まあ、住みたい街っつったら吉祥寺市みたいなだからスタートして住みたい街をなんかこう撫でていくみたいな、ペラ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 撫でていってる中 で、まあ、全然知らない不特定多数の人にインタビューしてるし、まあなんかっていう軽い場所にある中で、中心でその引っ越しの理由とかもだからみんななんかそんな初対面の人なんで適当っていうか、深い理由は言わないですね。そうなんか昔に耐えてたからみたいな、疲労かなみたいな、そんな感じで動いていくんですけど、伊藤くんのその家族の話っていうのは結構その引っ越しの理由が重い、そう重い、でかい、それこそ濃い話が実は、なんかそうですね、引っ越しのテーマを考えた時に、あれ気づいたら、そういえば僕の家族引っ越しの理由重いなっていうのを、その後からなんか気づいた、後から気づいた、気づいて、なるほど、これ話せばいいんじゃん、そういえばなんかそういう経緯だったんですけど、で、まあなんか家族にちょっとこういうことしたいんだけどって言ったら、なんか誰もなんか3人とも全然いいよみたいな感じで、本当にむしろ僕大丈夫かなみたい なんかそういうのもあったんですけど、うん、まあすごい快く三者とも、うん、インタビュー受けてくれて、で引っ越しの話をするときに、まあ、一つ個人的に押さえておきたかったのが東日本大震災の話でして、うん、で僕の姉が、まあ、まさに311の時に僕の姉の旦那さんが誕生日で、すごいそのインタビューした時によく覚えていて、ケーキを食べていたんだっていう、うん、そこで、すぐ原発事故が起こる前にもうすぐに広島が実家の旦那さんの、地元に、逃げていたんですよね。でそこで逃げて1週間とか、まあ、5日とかしたら原発事故が起こってっていうのはなんかこう知っていたので、その話をして、まあ僕は原発事故の時に、まあ、すごく怖い思いを、まあ、東京でですけど、していて、逃げれたら逃げたかったなっていうふうなことを覚えているんですね。でも逃げたくても逃げれないっていうのは、それこそその引っ越したくても引っ越せないっていうものという話でもあるので、その話を、まあ、絶対すべきだっていうのはまずありました。で、あとは僕の、まあ、祖母と母の話も、まあ、ちょっと長くなっちゃうんで言わないんですけど、まあ、とても個人的にすごい、まあ、面白いというか、まあ面白いっていうにはちょっと不謹慎すぎる話もあるのかもしれないんですけど、それはそれで、僕自身の話でもあるので、それを、まあ、祖母と母と姉まとめて、まあ、話してみようかなっていうふうに、まあ、まずアイデアとしてあって、でそのなんか、まあ、個人そうプライベートでな話っていうのをここでしながら、
なんか、まあ、コマを開けて風景に漫画がかぶさってくるっていうのは元からたるみくんの作品の構想だったらしくて、今山谷さんテキストに起こしてくれてますけど、その外側の全然関係ない匿名のインタビューの集積物っていうのと、たるみくんのプライベートな引っ越しの話っていうのを重ねてみたときに、なんかこう繋がってきたりすると、こう引っ越しっていうよくわかんないその行いみたいなものがもうちょっとこういろんな角度から見えてくるんじゃないのかしらみたいなことで、こういうふうになっているんですよね。漫画のコマに登場しちゃうんですよね。だから漫画がそもそもものすごく、まあ、なんですかね、読ませる力が強いじゃないですか。でそれはいろいろな前提をみんなが共有しているからなんですけど、はい、SNS とかでね、まあそうですね、SNS 漫画とかすごいですから、ね、すごいんですよ、すぐ何万リツイートで、でもやっぱりあれだけリツイートとか、まあ、あのファボされるっていうのは理由があると思うんですよ、時代的な理由とかで、まあ、そういうところは個人的な話なんですけど、無視しちゃいけないと思うんですね、そういうこう、まあ、なるほど、ある意味では、まあ、軽薄すぎるとかそういう批判も、僕自身もなんかそれはちょっと単純化、物事単純化しすぎなんじゃないかっていうような、まあ、ものもたくさんあると思うんですけど、だからこそ、まあ、人々の心に届いてしまうっていうところは無視できないなと思っていて、で今回漫画ってちょっと、まあ、僕提案した時に、まあ、なんか却下されるんじゃないかなって思ったらみたいになっちゃって、そうなんかいいじゃんってなっちゃって、あじゃあ行くしかないなっていうことはあったんですけど、その個人的なその、まあ狙いとしては、あの引っ越しっていう誰もがやる物語を、まあ、皆さん持ってるはずなので、僕の引っ越しの家族の話をしたところして、でそこから窓のように開いているコマを見て、その、まあ、いろんな家具のものが見えたとしても、どうしても自分に引き付けた物語を自分の中で、構築してしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でもそれは他人の話でもあるし自分でも話でもあるっていうような状態に、なってほしくて、そういう状態になってほしくて、で今これちょっとなんか壮大な話になっちゃうのかもしれないんですけど、あのまあ選挙もこの間あったじゃないですか。それですごく僕思って選挙行ったんですけど、選挙になんか行かなかった人とかに なんとなくなんで行かないんだよっていうふうに思っちゃったりするんですよ。で、まあ、それはいろんな理由があったりとか、まあ、それぞれ考えがあってのことなのかもしれないんですけど、単純に選挙がなかったらそんな人に腹を立てたりしなかったなっていうふうに思ったんです。でこれはちょっとまあこれこそ幼稚な考えなのかもしれないんですけど、あのそういう無意味な対立が今ちょっと多すぎるなっていうのが個人的な感覚としてあるんですね。でその個人的な感覚なんですけど、その人のことをまあ他人の話が自分の話だと思えるようになった時ってそんな簡単に腹を立てれないと思うんですよ。でそういったことを、ちょっと考えて、自分の家族の話で全然知らない人のインタビューしたランダムの話、そして、まあ、その状態中間に、まあ、鑑賞者がそれでも自分に引きつけてこう構築してしまう物語っていう、なんかこうそういうものをイメージして、あの、まあ、真ん中に漫画を置いてみたりしました。まさにね、あの政治、まあ、代理政治みたいなものと、まあ、芸術はやっぱりそういう代理の状況を代理して、まあ、他人の物語を共有するためにあるとも言えるので、なんか結構今回選挙戦とこの準備期間が重なったっていうことに関してはすごくなんか、というのが、重なるものがあるなというふうに私もちょっとテキストに書いたんですけれども、はい、まさに本当にそうなんです。でなんかその時に、やっぱり皆さんの、まあ、リサーチっていう
手法、まあ、さっきから言ってるようなその、まあ、ある種の現状肯定みたいな一つの手段なのかもしれないし、まあ、それがあのアートとしてね、あの提示されるときに、まあ、アートがこう現実に対してどういうふうにあのエフェクトしうるかっていうか、何かアクションとしてあの起こしうるかっていう問題についてどう考えてらっしゃるんだろうっていうのは思ってたところなんですね。で今回まあその東京計画、まあ、割こうあのオリンピック以降のビジョンを示したいみたいなところも、キュレーションの狙いとしてあったりするので、あの皆さん の, あの今回私としてはその、まあ、リサーチっていう方法とか、あとまあそういうあの、まあ、本当に世代的には、私よりも多分20歳ぐらい若くて、であのロストジェネレーションのさらにロストジェネレーションの状況がもう生まれた時から起きている、世代にとってのそういう現実の工程っていうものはどういうことなんだろうっていうところにすごく興味があって、あのすごく刺激を受けたんですけれども、あの今後のこのアーバンリサーチグループの活動としてどういうこう、まあ、ビジョンっていう言い方自体がもう古いっていうのかもしれないけれども、なんかどういうあのなんというかあの活動の方向とか、あのなんか僕多分新参者なんで、なんかそのすごく客観的になんか自分のグループで期待とかを言えるかなと思うんですけど、なんかそのさっきゆいとくんが話してくれたことをそのままだと思ってて、それが多分コアコンセプトというか、まあ、大きな物語小さな物語で語るのもちょっと、まあ、言葉が人のものなので違うかもしれないんですけど、なんかやっぱりまあオリンピックっていうものがあるとか、まあ、そういうセレモニーに向かって人々が動くときにすごく危険だと思うのは、やっぱりそういう、まあ、何も考えてない、何も考えてないとしている人たちがそういう動きの方に回避されていって、でまさにその選挙なんで行かねえんだよっていう人たちの怒りがどんどん溜まっていってしまって、でそこに無意味な対立が起きていくっていうのがあると思ってて、でなんかこう、まあ、薄い話っていうのもそうなんですけど、まあ、誰もが代入可能な物語とその、まあ、個人的な物語を、まあ、往復したりこうやって透かしてみたりするっていうことは、単純になんていうかみんなが全員本当に、まあのんぼりみたいな人たち、投票してない人たちがなんかこの世界に対してこう自分が いるっていうこととか発言権を持っていることとか、まあ、こういう発表している側と干渉している側が何もそんな変わらないっていうこととかがすごく言いやすい状況は作れるなと思っていて、なんか積極的にこう、まあ、山下さんの文章の中で書いてくださった建設的な定感っていう言葉があると思うんですけど、なんかそういうのを示していくことで、まあ、すごく、まあ、選挙に例えて言うのもあれですけど、投票率自体が上がるっていうことが、なんか URG アーバンリサーチグループの活動とかで起こりうる、まあ 人グループではその微力かもしれないんですけど、こういう活動がされている、アートとしてやられているっていうことは、単純にそのスーパーでも、まあ、自分も選挙権がそういえばあったかっていうこととかが思い出されるっていう感覚はあります。自分も当事者として、そうですね、この状況にコミットする可能性がある、うん、やっぱり誰もが当事者であるにもかかわらず当事者意識がないっていうのは、まあ結構それを選択していると思ってたんですけど、意外とやっぱり選択してない、選択することすら認識してないというか、選択肢があることすら行く行かないじゃなくて、もうそもそもその選択肢がない、それが当事者であることが少しでも分かれば、あ、
あそこに自分は参加していいんだっていうことがちょっと、まあ、自信というか何というか分かるんですけど認識が生まれるんじゃないかなっていう気がしてます。ありがとうございます。あ、なんか個人的にはまあ建設的な定感はなんかあれです。ヤグマヤさんとの打ち合わせの時に多分なんか僕が告知、ね、なんか俺の言葉だって滑っちゃった。そう、俺の言葉滑って出ちゃったから。でもなんか拾われちゃったな。拾ってくれてるで、それまあ僕個人のまあ今の日本とか世界とかの見方はものすごくネガティブで、いやもうこんな無理しよみたいな気持ちはすごくあるんですけど、とはいえそんなことを言ってても人生は続いちゃうので、どうにかしてこうなんかこう前を向いていかなきゃいけないっていう時にこう希望とかって直近の希望はだいぶ厳しいなっていうのが、まあ、なんかここ数年の僕の感覚にはあります。すごいなんかネガティブな話をしちゃってるような気もするんですけど、僕は、その何ですかね、日本は良くなる日本は良くなるとかって言って、まあ、選挙に行こうっていうふうに言うのもすごくまあ分かるんですけど、すぐにはそれは良くならないし、やっぱりこう我慢といいますか、まあ、冷静さをやっぱり持ってなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。でそういう時に、まあ、薄味な態度っていうものはやっぱり、まあ、冷静さ、ある種の冷静さとして、僕らは、僕らと僕は、まあ保っていきたいっていうふうに思います。そういう、まあ、ある種のサバイバルの作法みたいな感じ、まあ、そうですね。僕個人としては、まあ、そんな感じな気がしますね。石毛君はどうですか。今後の展望みたいな話ですよねとか、まあ、この URG の活動がどういうふうに社会にエフェクトしていく、ああでもなんかしないのか、リサーチで終わるのか、そうですね、何を届けたいのかとか、よく伊藤君と喋ってるのは、まあ、全然間に合ってないんですけど、メディアをやりたいっていうふうに言っていて、まあ、ラジオなり、まあ、動画配信なり、まあ、今この結構展覧会を作るとか作品を制作するっていう方法でしか、メディアですね。そう、まあ、これはこれでメディアで、なんかもっとこう複合的に、結構自分たちの作品やっててもなんかテキストが増えるみたいな、だからまあ別に美術に依存する必要はない、美術をやる必要はないとかそういう話じゃないんですけど、全く美術もやりながらいろんな方法でなんか薄味な話をもっとしていけたらなっていう。キュウリがうまいみたいな話ばっかりはさすがにできない。でもなんかこういう思考の領域みたいなこと、そうですね、そうですね、を、つないでいきたい。そうですね、まあ、ブログでもいいし、とてもいいんですけど、そういうプラットフォームとかを作れたら楽しいんじゃないって話は時々していて、まあ、それがまあそのもっと波及力があるものになるのか、まあ、そうならないのかわかんないですけど、うん、まあね、みんながみんなこんなになっちゃったら、まあ、それはそれで大変なことだとは思う。そうはなってほしくないですけど、そうですね、みんな給料がうまいとか言ったら怖いもんね。ありがとうございました。ということを考えてます、はいはい、なんかちょっとあっという間に1時間経ったんですけれども、もしなんか会場でご質問などありましたら、いらっしゃいますか、今とか感想でもいいんですけれども、あ、じゃあ先生お願いします。あ、自分いいですか、はい、先生いいですか、先生、どうもありがとうございました。ちょ、最初の前振りをしといて感想も言えてもちょっとずうずうしいんですけど、ちょっと、まあ、本当に感想なんです。まずね、
まあ、ちょっと頼もしいなっていうのを思ったんですよね。それはテキスト、まあ、僕も山内さんと同じ世代の作家なんで、まあ、そういう意味で頼もしいなと思ったんですけど、それはやっぱりこの当たり前につまらないっていう部分を、まあ、それは薄味っていうふうに表現されたのかなと僕は受け取ったんですけど、それはそのまま出すっていうことはやっぱ相当タフだと思うんですよね。でそれが大事だって言えるのは、なかなか表現っていう意味で言うとやっぱ大味にしていく方が楽だから、そういう意味では楽じゃない道を選んでるっていう意味でとってもタフだなっていう意味でちょっと思ったんですよ。であと団地っていうのがもともと以前の発表であったわけじゃないですか。でそれをちょっと思いながら僕このギャラリー来るときにちょっと思い出したのが、僕のまあ知人で戸谷茂雄という彫刻家がいるんですけども、彼がね、まあ、僕らぐらいかな、47、8ぐらいの時にいつかやりたい展覧会として団地を使ったインスタレーションしたいと言ってたんですね。で彼はまあ今年71になるはずなんだけども、まあ、実際団地のいわゆるアパートの、こうほら国民年金でって来る人が覗く窓あるじゃないですか。あれをドアをモチーフにした展覧会を、まあ、現代美術館でもやっているんですけども、ただ彼が言っている団地ってのはやっぱある種の批判的な、戦後っていうものに対してのある種批評的な眼差しとしての団地であって、ちょっとその団地とは多分お三方が考えている団地っていうのはちょっと違うパースペクティブを持っているんだと思うんですね。で単純に団地っていうのは批評的にその戦後とか戦前ってものに対しての批評としてやっても、僕はその頃あなたたちぐらいだったんですけど、なんかあんまり意味がないように聞こえてたので、結局彼は今もやってないんだけども、でもそれを今やれてるっていうのはやっぱりここで今団地っていう問題をちゃんとこう批評できる時期に来ていて、それをやっているんだなっていうふうに思ったということがあって、あともう一個だけあって、それはこの展示についてなんですけど、僕これガーッと見てで真ん中に入って、お母様のインタビューとかを聞いてたんですけど、それで出た時に急にね、クルト・シュビッターズという作家を思い出しちゃったんですよね。でクルト・シュビッターズっていうのはインスタレーションでメルツバウっていうね、部屋をインスタレーション化するっていうのをやってたんだけど、彼は確かね、そのメルツバウって部屋を作品にするんだけど、爆撃でどん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 その部屋がぶっ壊れてくるんですよね。で爆撃で部屋がなくなって、彼はまた別の場所でメルツバーをやって、また爆撃でぶっ壊れてっていうのを引っ越ししてるんですよ。でそれが要は爆撃で引っ越してるから引っ越せざるを得なくなってるんですね、戦争で。でこの真ん中っていうのはそういう意味ではこうそうせざるを得ない引っ越しじゃないですか。でこっちってちょっとそうじゃない引っ越しに見えるんだけど、そこもなんかこの真ん中を見てもう一回このインスタレーションというのが彫刻を見たときに、なんかその多分皆さんが見てるパースペクティブとしては多分311とかね、その辺からのことだと思うし、それは当事者としての事実だと思うんだけど、想像の当事者として美術というものを介して戦前とか、まあ、例えば関東大震災とかね、その辺の引っ越しまでなんかこう、それは当事者では、僕ももちろん当事者じゃないんだけど、想像上の当事者になれるっていうことまでちょっと僕はこれで感じられたっていう意味で、なんかとってもいい、まあ、運営委員が褒めちぎるっていうのはちょっとどうかと思うんですけども、ちょっと純粋にそういうふうに思ったので、はい、すみません、長々感想を。このね、造形物はあれですよね、粗大ごみが出るときにごみ集積場に現れる、まあ、ある種のトマソン的な彫刻を模して作っている。そうですね、なんか路肩に物を寄せるんでこう広げられないんですよね、狭いから日本は。でなんかこう積み上がっちゃってる状態をなんかバッと上に見てて、なんかこれはなんかかっこいいなそうですね、なんかその美意識が介在しない立体みたいなものを考えながら、そうですね、組んでいってっていう偶然発生したような、まあ結局またそれを俺らが作ってるから何とも言えないですね。それはマイクもらっといて名前を忘れちゃったんですけど、団地萌えとか工場萌えとかやってる、そう、大山健さんが、まあ、ああいったものを述べてる中で、そのままならなさっていうキーワードを出し、ままならなさの美学みたいなのを多分言ってる人で、なんかそれはその多分戦前戦後の団地と違った受け取り方として、僕はすごくリアリティを感じて、こういった多分オブジェもその
僕と伊藤くんがこう、まあ、物を用意したんですけど、なんかやっぱりこうそのマンションとかの、ゴミ捨て場からはみ出ちゃうんだけど、その、まあ、ギリギリ寄せないといけないとか、微妙に使ってない区画に寄せて置いとくとか、なんかそういったままならなさが多分、まあ、そういう造形美として 僕たちは多分素直に受け取れるのかなと思っていて、単純にそれはそのなんだろう、別に悲しい気持ちにもならないし、なんだろう、うん、まあそのネガティブもポジティブにならないけど、なんとなくあこういうのがあっていいなっていう感性が、もう本当に単純にいいなって思ってしまうっていうことだと思うんですけど、うん、そういうのは普通に植え付けられているなと思います。ぼんやりのルールとして床面積をなるべく小さくするっていうルールがあります。なんかそう、なんかやり合いがなるべくしなく、ここのやり合いが実はあって状況っぽくするか、僕は立体だと思っていて、著作は状況だったりを左右しようとしていて、こうバトルが発生しましたね。立体感、うん、せめてこうルールがないと納得できないみたいな話をして、で床面積を、床面積、そうみんな床面積を気にして積み上げるだろう、だから俺らも床面積をなるべく小さくしてこの高くするみたいな。僕の目論みとしてはこの立体がこう連なっていくと、これ自体が建築にも見えるし、その集合体として都市にも見えるみたいなっていうのもなんかあったら楽しいじゃんって思ってたんで、こう傘が出ないとダメだと思って柱ともなんかね、そうそう、柱もそう、ここ来た時にやっぱ都市みたいな、 i5 柱が強いですね。ちょっとだからこの造形物だけ濃くなってしまう可能性があるなって思ったんですね。濃くなった、濃くなった、僕はもう絶対に濃くしないでほしいって思ってたので結構、まあ、本当に展示のしつらい一つとってもなんかそういうのを僕はこう白氷踏む思いでね、どこまで目を光らせてすぐ僕はなんか薄い話とか言いながらも割とその、まあ、最初市のテーマを持ってきたりとかこう噛み砕いて、まあ、ある種ポピュリスティックな展開っていうのをこうやりがちなんですよね。すぐそっちに手をつけようとするので、それをなんかまあ黒沢君とかこう手綱を引いてスチャーイっつって、でもなんかまあ本当に薄い話だけだったら成立しなくて、なんか富さんがおっしゃったみたいに戦争とか震災とかそういう大きい物語と個人の小さい物語のまあなんか接点というか、まあその対象みたいなものがすごく引き出されるテーマ、まあ、なんかだからそう僕らの目指してるお互いの方向がなんかキメラになった状態が多分ちょうどよくて、うんうん、そうですね、たまたま、うん、っていうのがすごくよく うまくテーマだったと思いますし、うん、今後も結構なんかでももやもや見た後も引っ越してそれでってすごいもやもや今もしてるので、今後もまあリサーチを続けていただきたいなと個人的には思っておりますし、あとなんかですね、こっち引っ越し調査っていうのをそこでもしてますけれども、展示中にやっぱり引っ越しって市とか誰も経験したことないけど、引っ越しはみんな経験したことあるから喋りたくなるんですよね、うん、でこうなるとそう喋りたくなる、他人の言葉を引き出す何かすごい大きいファクターってこともあって、それをちょっと書いてもらいたいと思いますの です、ね、ぜひ皆さんもこの後お書きいただきたいなと思います、はい、なんかあそこにこの東京計画のメインビジュアルになってる東京都をなんすかあれカクカクした東京都があるんですけど、なんかそこにこうなんか背中の住みたい街みたいなのをなんとなくアンケート取って、はい、あれをこうペペペってこう貼ってってもらうと僕らが嬉しい、はい、サクサクしてって育ってる、そうそうそう、はい、リサーチしてます。楽なリサーチ。そうなんです。はい、そうじゃあ今日は、ちょっと時間も過ぎましたが、ありがとうございます。この後も皆さん会場にいますので、これからレセプションパーティーになりますけども、ご質問とかあったらその場でお願いできればと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。